見て大部屋とは我のことかなとか、なんか抜かしてた人でもマジで扇風機しまえってなんでみんなさ、大部屋の人たち扇風機出してんだよ、本当に扇風機率マジで高いんだけどディスコード、え、ディスコード、ディスコードって何、ディスコードある、ごっちゃごちゃ片付けが大変、メリクリ、みんなメリクリ、扇風機がマジできコメントに来てた、え、コメントに来てた、コメントにディスコード来てる、あ、ルシア公式さん、え、どの公式さんが、え、うち、え、ルシアの、ルシア、えぇディスコードさん、こんな時点でいつもディスコード使ってます、ヘロヘロ、ちょっと待って、ヘロヘロ、嘘でしょディスコードのね、音質はマジで神と、みんなと話してますありがとうございます、ディスコードさん、すいません、ね、今ちょっと汚い部屋のバージョンで、ね、あ、ちょっと汚い部屋のターンですいませんね、あ、あ、ごめん、この部屋の持ち主我のことって言うからな、これ綺麗ですなんて言えないよ、お世辞でも、服ってこれ汚すぎ、なんでそこしまわないの、服一体どないルシア小ジュートみたいになり始めたんだけど、なんでこの服しまわないの、これ絶対脱いだやつじゃん、これ脱ぎ捨ててるじゃん、これ重ねるの分かるけどさ、洗濯機に入れないよ、これ一つ一つさ、みんなあと扇風機しまって、お願いだからこの気持ちは分かる、ベッドの上でこれ何かこう機械系したいのめちゃくちゃ分かる、神もいるし、優しい、布団の上で寝かしてあげて、優しい、それは、あー、これは可愛いね、じゃあ、よし、靴下もう捨てて、もうこういう、この辺この辺捨ててくれ、マジで頼むからもうレシアママが掃除しちゃうわよ、この部屋いい、掃除しちゃうわよ、まずこの下のものは全部捨てる、とりあえず本以外全部捨てるわね、ここに収納ある、ギターある、ね、ギター弾ける人ってほんとすごいよね、尊敬しちゃう、お部屋だけど尊敬する、この人のこと、ルシアはギターを弾いてるからありがとう、ありがとね、お部屋さん、じゃ次次こちら